もしもし、変わりました。見ないです。ともえちゃん、その後はいかがですか？悪い男性に騙されて身も心もボロボロになったりしていませんか？お久しぶりの前にいきなりそれですか？セクハラで訴えますよ。ん？セクハラ？何ですかそれは。セクシャルハラスメントの略です。女性に対して性的な嫌がらせをしたり卑猥な言葉をかけたりする迷惑行為を欧米ではそう言うんですよ、大石さん。なんでしたら国内第一号の判例になってみますか？おやおや、ちょっと会わない間に冷たくなっちゃいましたね。昔はクラちゃんと気安く呼んでくれる仲だったのに、なんだかちょっとショックですよ。それは妹です。何度も言いますけど、私は巴で、妹はまどか。あの子に対してみたいな感じで接してこられても私は嬉しくありません。むしろ迷惑。これ以上おちょくるならもう切りますよ。なまあまあ、そう本気で怒らずに、ささくれだった日常を和らげるちょっとした癒しのジョークですよ。癒しじゃなくていやらしだっつの。それはともかく、何かご用ですか？本当に気晴らしにかけてきただけなら、今から沖宮に乗り込んで蹴っ飛ばしてあげますけど。おお、怖い怖い。カモシカみたいな巴ちゃんの足で蹴られたりなんかしたら、ちょっとはこのビールっ腹も引っ込んでくれますかね。何言ってるんですか？怖いなんてちっとも思ってないくせに。だいたい大石さんは。実はね、巴ちゃん、ちょっとマジに力貸してもらいたいんですよ。え？最近そっちの山間で殺人事件があったそうですね。ほら、ドラム缶に詰められて不審火にこんがり焼かれた女性のやつ。ええ、つい数日前に。でもあの事件、うちの現場じゃなくてお隣の県警さんの管轄でしたから、現場検証は途中までしかやっていないんですけどね。そこで焼かれた仏の高野美代ってのは雛見沢の看護師なんですがね、どうやらおかしなところが出てきているんですよ。おかしな？何か不審な点でもあったんですか？いやね、そのお隣さんの鑑識から司法解剖の診断書を回してもらって読んだんですが、どうも修正箇所が多いというか、ちょっと信憑性が低いんですよ。おまけに不明な点を質問してみても全く戻しがなしのつぶてでしたね。あそこの鑑識課って腕が悪いくせにやたら閉鎖的な人多いですしね。まともに相談に乗ってくれそうなのは若手の松岡くんくらいですよ。にしても今時、海外の法医学研修の経験者が彼一人だけなんて、犯人を捕まえる気がないってことでしょうかね。DNA 鑑定も視野に入れた法改正が検討されているご時世だってのに、まったく。それでですね、ちょっと巴ちゃんの肩書きとコネをうまく使って、その若い彼に本当のところを確かめてもらいたいんですよ。特に死亡推定時刻のあたりを。死亡推定時刻？ひょっとしたらですが、被害者が生前渡流しに参加していたことを突き止めた隣の県警が、辻褄合わせのために鑑識に行って修正させたんじゃないかなって。え？それって改ざんしたってことじゃないですか？事実なら大問題ですよ。
まあ単なる書き間違いで修正しただけかもしれませんが、書き直される数字の方が正確な時間だったとしたら、結構笑えなくなるんですよ。さっきも言ったように、被害者の看護師、その前日に村祭りの会場で何人かに目撃されていましてね。だから一日違えば、すでに殺されていた人間が歩いていた？ありえない。つまりそういうことですね。察しが良くて助かります。ただまだあくまで憶測の範囲内ですので、裏は取っておきたいんですよ。連中から真相を締め上げる前に、信用のできる筋からね。わかりました。とりあえず松岡君につないで確認してみますと。さすがにもう上がったかもしれませんね。明日の朝一でも大丈夫ですか？確認したらすぐに大石さんにお知らせしますので。それで結構です。助かります。にしても智一ちゃん、あんまり遅くまで残っていないで、そろそろ帰ってはどうですか？夜更かしは美容の大敵ですよ。お気遣いは感謝しますが、これでも私は管理職なので、片付けなきゃいけない仕事がいっぱいあるんですよ。おお、そいつは失礼しました。そんなお忙しい中、余計な仕事を増やしてしまってすみませんね。あ、いえ、そんなことないです。大石さんには今までにもお返ししなきゃいけない借りがたくさんありますからね。これくらいのことはお安いご用ですよ。お金に関することでなければいつでも喜んで。なそう言っていただけると私も心強い限りですよ。持つべきものは物分かりのいい上役と腰の軽い後輩、それに優秀なキャリアがつけばまさに鬼に金棒ってところですか？なんだか大石さんにそう言われてもからかわれてるようにしか聞こえないんですが、大石さんこそもうお年なんですから無理はしないでくださいよ。年金をもらう前に行っちゃったら大金の払い損なんですから。おお、トモイちゃんも言うようになりましたね。まあ睡眠ももちろんですが、お風呂もちゃんと入った方がいいですよ。今のあなたはきっと日本で一番似合う女刑事さんですからね。ちゃんと毎日洗ってきれいにしてます。匂いなんかしません。なそれじゃ良いお年を。もう、シャワー浴びてこよう。
で私ばっかり。元に戻ればいいな。お疲れ様でーす。あれ？でもおかしいな。まだおやつの時間じゃないよね。いい加減にしてください、畠山さん。今の声、山瀬さん？ごめんなさい。ちょっと通してください。これ何？かけもくも賢き、お社の狼。払えたまい、清めたまえと申すことを、きこしめせと、かしこみ、かしこみ、も申す。これの噛むどこに。
癒やしろのみけみきを捧げ祭りて、かしこみかしこみも恋のみ祭らくを、平らげく安らげく聞こしめして、お社の大神の高き広き生かしき、かけまくも賢きお社の大神、払えたまい清めたまえと申すことを、聞こしめせと、かしこみかしこみも申す。やめてください！聞こえているのですか、畠山さん！いいですか？いくらこの部屋に入居しているのが今はあなただけでも、勝手に部屋をこんな風に汚されては困ります！すぐに元通りにしてください！これの神床に癒しろのみけみきを捧げ祭りて、かしこみかしこみも恋のみ祭らくを、平らげく安らげく聞こしめして、お社の大神の高き広き生かしき、ごめんなさいね、私。一体どうしたんですか？それに、こんな。わからない。今日は遅番だったから。私もついさっき来たばかりなんだけど、他の人の話だと、今日の朝にはこうなっていたって。これの神床に癒しろのみけみきを捧げ祭りて、かしこみかしこみも恋のみ祭らくを、平らげく安らげく聞こしめして、お社の大神の高き広き生かしき、多いらしいのよ。え？ひなみ沢出身の人は気候や妄言で周囲に迷惑をかけるって噂があってね。私も今まではまさかって思っていたけど。そんな、それは違う。すみません。山瀬さん、お客様が。後にしてください。今立て込んでいますから。でも、その…お忙しい中申し訳ありません。お時間は取らせませんので、ご協力をお願いできませんでしょうか。なんですか、あなたは。
お初にお目にかかります。私、柿内署の刑事で、見ないと申す者です。見ない刑事？実は、こちらに入居されております、畠山一馬さんに、ちょっとお伺いしたいことがあってお邪魔しました。面会をお許しいただけますでしょうか。どういったご用件でしょうか。先日起こりました、雛見沢村大災害の件についてです。畠山さんのご一家が雛見沢村の出身だとお聞きしまして、少々お話をお伺いできればと。ここは、医療施設です。警察の方とはいえ、ご本人とご家族の同意もなく、勝手な申し出はご遠慮願えますでしょうか。ええ、確かに。ですから、畠山さんのご家族にはご了解をいただいております。こちら、ご親族の同意書です。どうぞ、ご確認ください。身近にお願いします。ご協力感謝します。藤田君、よろしく。はい。さて、畠山一馬さんですね。雛見沢の一件、テレビで拝見しました。お亡くなりになられた方は2000人を超えるとお聞きしました。突然のご不幸、さぞかしご心労のこととお察し申し上げます。ただ、その大災害に差し当たって、ふと小耳に挟んだのですが、この火山ガス災害はお社様のたたりだとの噂があるそうですね。村の守り神様であるはずのお社様が一夜にして村を全滅させた。これはどういう意味なんでしょうか。この写真わかりますか。これは雛見沢村特有の祭り、通称綿流しの際に撮影されたものです。これが撮られた今年の6月19日、あなたもここのお祭りに参加して、そしてこの少女と会っているそうですね。この少女、古出里香はお社様の巫女だそうですね。そして大災害が起こった前日の6月22日、何者かの手によって変死を遂げている。そして、この子が殺されたことで、たたりが起きたとあなた方は考えている。たたりは、古出家の当主が殺されたからだと。そういえば、雛見沢村で5年間、同じく、お社様のたたりということで、毎年一人の死者と、一人の行方不明者が出ていたそうですね。今年もまた、それに従って二人の犠牲者が出ていた。これについて、何かご存知のことはありますか？
畠山さん。知らん。知らないはずがないですよね。だってあなたはこうやってお社様へのお祈りを奉っている。雛見沢村に古くから伝わる習わしと作法に従い、守り神様を拝礼するための祭壇を組み上げて。ね、違いますか？知らん。わしは何も知らん。いることだけで構わないんです。何でもどんな小さなことでも十分です。教えていただけませんか、お社様のたたりのことを。そしてあなた方ご老人がそれほどまでに口を閉ざし怯える本当の理由を。やめてください。あなた、何を。この人は、畠山さんは、大災害があって、すごく傷ついてるんです。刑事さんなら、もう少し、被害者の気持ちを考えてくださってもいいんじゃないですか。それに、こんなやり方って卑怯です。家族が同意してくれたって言っても、本人はまだ協力するとは言ってません。そうでしょ？夏美ちゃん。ずいぶん親身にかばうのね。ひょっとしてあなたも、雛見沢の？雛見沢出身の人は、非行や妄言で周囲に迷惑をかけるってね。私もまさかとは思っていたけど、こうして実際に見ちゃうと。やっぱり、あなたも？違います。私、雛見沢の人じゃないです。そう、ごめんなさいね、変なことを聞いて。ちょっとね、捜査に行き詰まっていて。雛見沢の人たちって警察の聞き込みには非協力的でね。気が立ってたとはいえ、とんだ言いがかりだったわ。いえ。そうよね。憶測で決めつけて、雛見沢の人間か、なんて聞き方は、良くなかったわね。許してくれると嬉しいわ。別に、そんな。失礼します。Thank you.
か。お疲れ様、夏美ちゃん。今日は本当にありがとうね。いえ、私は。ごめんなさいね。本当ならあなたじゃなくて、私が入居している人たちを守らなきゃいけなかったのに。山瀬さん。私こそごめんなさい。山瀬さんが許可したのに勝手に出張っちゃって。あの刑事さんたち怒っていませんでしたか？あまり機嫌は良くなかったかもしれないわね。だけどそんなことは関係ないわ。このセンターで暮らしている人の生活を守ることが一番のことだから。実はね、さっきの会議で畠山さんを精神科の病棟に移す話が出たの。え？ええ、その通りよ。でもさっき見た通り、集団生活の中でああいった突飛な行動は残念だけど不適格とみなされても仕方ない。だからご家族に連絡して了解をいただけたら、来週には入院させる手はずになっていたわ。そんな。さっき夏美ちゃんが身を挺して畠山さんをかばってくれたでしょ。あれを見て私も少し考え直したの。この介護福祉センターに来るすべてが問題のない人だとは限らない。中にはご家族との共同生活がうまくいかずにここへ来てリハビリを行う人もいる。だから私たちの仕事はその人たちが元のご家族と一緒に暮らせるよう手助けをして教えてあげること。こんな大切なことを私はいつの間にか忘れていたのかもね。山瀬さん、だからね、夏美ちゃん。はい。高校を卒業したら、ぜひ介護士の資格を取りなさい。あなたは、いえ、あなたみたいな優しい子が、この仕事に就くべきなのよ。私もできるだけ応援してあげるから。山瀬さん。頑張って資格取れるように勉強して、もっともっと役に立てるようになって、山瀬さんと一緒に働けるようになります。こんにちは、夏美さん。そう睨まないでちょうだい。私も仕事柄ああいった聞き方しかできないの。嫌な思いをさせたことは本当に悪かったと思っているわ。畠山のおじいちゃん、熱を出して入院しました。あなたのせいです。
やりすぎたことは認める。捜査が行き詰まって気持ちがせいて強引に聞き込みをしたことは私のミスです。ごめんなさい。もう同じことはしないってここで誓うわ。それじゃあさよなら。ええ、また会いましょうね、君吉夏美さん。胸の名札見えたからね。そして君吉は雛見沢村御三家と呼ばれる有力な旧家の名字の一つでしょ。ねえ君吉夏美さん、雛見沢村のことは本当にお気の毒だったと思っている。でもね、私も簡単には引けないの。刑事魂にかけてもね。あなたは何を。真実を、そしてあなたが知るすべてを。何これ。
誰がこんな。これのカムドコに癒しろのみけみきを捧げ立て祭りて、かしこみかしこみも恋のみ祭らくを、平らげく安らげく彦示して、お社の狼の高き広き生かし、どうしたのかしら、あの君吉さんのお宅。ほら、あそこにおばあちゃんがいたでしょ。道で挨拶してもうつむいてブツブツ言ってる変わったお年寄りが。なんだか変なおまじないに取り憑かれているそうね。あの奥さんもお気の毒に。お母さん？お母さん？帰ってますか？お母さん？これの紙どこに癒しろのみけみきを捧げ立て祭りて、かしこみかしこみも恋のみ立て祭らくを、平らげく安らげく聞こしめして、お社の狼の高き広き生かしき。お母さん、これの紙どこに祝い立て祭り、捧げ立て祭りて、沈め立て祭る、かしこみかしこみも恋のみ立て祭らくを、お社の狼の高き広き生かしき、お社の狼の。お母さん、これの紙どこに祝い立て祭り、捧げ立て祭りて、沈め立て祭る、かしこみかしこみも恋のみ立て祭らくを、お社の狼の
高き広き生かしき、お社の狼の。捧げたて祭りて沈めたて祭る、かしこみかしこみも恋のみたて祭らくを、おやしろの狼の高き広き生かしき。ここに祝いたて祭り、捧げたて祭りて沈めたて祭る、かしこみかしこみも恋のみたて祭らくを、おやしろの狼の高き広きがしき。ちゃん、うちのクラスに何か用？ああ、いや、たまにじゃなくて、ちさにな。私に？いや、参ったね、こりゃ。ああ、でも今週は何かと予定が入ってるから、来週でもいい？何の話をしてるんだ？デートのお誘いでしょ。ああ、ちなみにディナーはフランス料理フルコースでよろしくね。違う、この前貸した教科書返してもらいに来ただけだ。なんだよ、ちょっとしたジョークだっての。そんなにマジに怒るなよ。どうしたのさ、アキラ。あ、いや、別に。夏美ならトイレだよ。覗きに行くなら連れてってあげるけど。そんな趣味はねえ。やっぱりここに来た目的はそれか。じゃあな。
ほんとアキラってヘタレ街道まっしぐらだよね。別に理由作らなくても夏美に会いたかったら普通に来ればいいのにさ。アキラちゃんは純情なんだよ。誰かさんと違ってね。誰かさんって誰のことだよ。さあ誰のことでしょうか。あのねそれにそれだけ本気ってことだと思うよ。アキラちゃんが夏美のことを思ってる気持ちはね。私だってさ結構本気だったんだよ。わかってるよ。一応私はわかってるつもりだから、今でも正直私はどうしたらいいのかなって迷ってる。それじゃあもし私がぶち壊したいって言えば、あんたは協力してくれるってこと？そうね。あんたがそう望むなら一度限りで手を貸してあげるけど、本気？なんて顔してるのかね、君は。まあ、ちーちゃんとしてはだ。付き合う同士なんだから、二人ともしっかりせんかいってのが本音だけどね。慌てる様子をからかうのも楽しいけど、そればっかりだといい加減飽きちゃうからさ。まったく、あんな感じだと。二人ともデートしても緊張しっぱなしで疲れちゃうでしょうね。そうだ、ここは一つ私たちが一肌脱ぐか。一肌脱ぐって、千里、あんたが言うとなんかいやらしいんだけど。失礼な。私はとてもフェアに、なおかつ友好的なやり方でだね。私のセリフだよ。もう授業終わったよ。あ、授業中もなんだかぼんやりしてたしさ。私はてっきり目を開けたまんまで寝てるのかと思ったよ。そんな器用なことができるのはあんただけだ。魚か私は。冗談に決まってるでしょうが。冗談だとしても時と場合を選びなさいっての。それにしても大丈夫？夏美の顔色あんまり良くないよ。熱はないみたいだね。佐藤、今日は車呼べる？そうだね、すぐ電話してみるよ。ちょっと待ってて。いいよ、私全然平気だから。
いいから座ってなさい、夏美。これ院長命令。いいね。大げさだってば。うちの弟たちもね、風邪ひきかけでも平気だなんだって無理して余計にこじらせるんだよね。たまこちゃん、私同い年なんだけど。世話のかかり度合いで言えば同じレベルよ。違う？千里から話は聞いた。土曜日大変だったみたいだね。ああ、なんで相談してくれなかったの？ごめんね。いや、責めてるわけじゃないの。だけど、お昼休みも私たちに話を合わせて、なんだか無理してるみたいだったから、大丈夫かなってね。そう、だったんだ。当たり前じゃない。私だって、これでも夏美の親友のつもりだよ。気づかないわけがないでしょうに。千里だって。ああ見えて結構気にしてたんだよ。あのセンターなら変なトラブルに巻き込まれることはないはずって、夏美にアルバイトを世話したのは千里だったからね。千里ちゃんは？まさかセンターに雛見沢出身の人が入居してたなんて知らなかったらしくてね。珍しく落ち込んでたよ。夏美に悪いことしたって。あなたのことだから、千里に苦情みたいに言うのは嫌だったからなのかもしれないけど、親友だったらやっぱ、直接に教えてほしかったんじゃないかな。それにしても、雛見沢の人ってのは厄介なものよね。変な民間宗教を崇めるのは自由だけど、周りにまで迷惑をかけるのはやめてくれっての。ねえ夏美、やっぱ今日はこのまま家に帰った方がいいんじゃない？ごめん、わがまま言って。すぐ終わるからね。
今日でなくてもいいんじゃない？今週は水曜も午前授業で働くんだから、その時でも遅くないでしょ。様子を見に行かなくても、あの人は元気だって。夏美一人で面倒を見ているわけじゃないんだしさ。ああ、いや、ごめん、そういう意味じゃなくて。ううん、いいの、自己満足だって自分でも思うから。夏美、あのさ、夏美。何？別にさ、もうやめてもいいんだよ。え？正直言ってさ、怒ってもいいよ。夏美って結構人見知りするでしょ。それに都会にまだ慣れていないっていうか、すごく危なっかしいし。だからアルバイトをしたいって相談された時はね、絶対ここなら大丈夫って思ったところを紹介するつもりだったんだよ。そんな、オーバーだよ。私ってほら、かなりいい加減でチャランポランだから、どんな仕事でも平気だと思うし、多少誰かにバカにされても笑って済ませられる。でもあんたは違う。すごく純粋で優しくて、それに責任感もある。だから変なアルバイトで難癖つけられるとか嫌な思いをするとかは一切なしでいてもらいたかったんだけどね。今回の件本当にごめん。夏美が落ち込むような思いにさせたの、私のせい。だから、私に気を使って続けなくても、本当に構わないんだから、ね？千里ちゃん。大丈夫だよ、本当に。だから気にしないで。夏美、この仕事を紹介してくれて、私千里ちゃんには本当に感謝してるの。なんていうか、天分なんて言い方は偉そうだけど、働いていて楽しいし、やりがいがあるしね。できればこのまま続けたいの。お金が貯まった後も千里ちゃんさえ OK してくれるなら、ずっとこの仕事を続けたい。ダメかな？ここまでお願いされちゃ、このちいちゃんもうなずくしかないでしょうに。安心しなさい、あんたの骨はこの私がちゃんと拾ってあげるからね。まだ死にたくはないよ。ったく、あんたに負けたよ。え？いや、こっちの話。この信号っていつも赤で止められるんだよね。なんか嫌がらせっていうか、タイミング悪すぎだっての。
たまたまでしょ。いや、病院に行くときは私の記憶してる限り青であった試しがない。きっと信号機のシステムを作ったやつってすんごく意地悪なやつなんだよ。あるいは佐伯病院に恨みを持ってるとかだ。きっと考えすぎだって。お嬢様にならともかく、旦那様に恨みを持つ方はちょっと考えられませんね。ちょっと山科さん、それはどういう意味ですか？あれ？何かあったのかな？そう。え？何があったんですか？一体。危ないから下がって、関係者以外は立ち入らないでください。ミナイ社より柿内 PS へ。一課次長のミナイ出ました。こちら応援含めて計5台集合しています。
あと3台、一般人の規制と整理のため、佐伯病院側へ回してください。それから、犯人追跡の必要はありません。容疑者は、容疑者の畠山一馬は、13時51分、センター内一室にて死亡を確認、死因は失血死。詳細は追って連絡します。どうぞ。竹内 PS より、見ない警部へ。了解しました。引き続き、捜査に当たってください。どうぞ。了解。更新終わります。あなたが聞いた通りです。今日の朝、殺人事件があって、この介護センターの介護士さんが一人亡くなられました。あなたみたいな優しい子が介護士になってくれると嬉しいわ。頑張って資格を取りなさい。私もできる限り応援するから。夏美！嘘だよ。はい、通して道を開けてください。被害者を搬出します。ほら、どいて、邪魔だ。夏美さん、藤田君、その子を取り押さえて。あ、君、やめなさい。見ちゃダメ。見るな。夏美さん。君、だから離れて。お前ら早く持ってけ。